っとその時が来た。ミレイさん、やっぱり何か変。とにかく場所を変えましょう。これから生み出される力がここを消し飛ばしたりしたら大変だ。それじゃあついてきて。大丈夫そうね。これから生み出される力に消し飛ばされる。問題ないわ。ミレイさん、これから生み出される力って一体何なの？あと少しだけお待ちなさい。まずはあなたのディアナモンの罰を取り消して。ここからが本番よ。改めてお礼を言わせてちょうだい。あなたのおかげで七大魔王が持っていた全ての罪の証が手に入った。けれどあなたは罪を犯してしまったの。七大魔王を倒すというサヨが別の世界で犯した同じ罪。でも安心しなさいな。あなたが罰を受けることはないわ。あなたの罪も罰も次元時空の断りを超えて私が許してあげる。私の知りたかった新たなる価値。さあこれこそがデジモンの究極の形。創造された新たなる価値の姿よ。
価値をもたらすことは運命だったはず。どうして、そうしてこんな、これではっきりしたわ。あなたには運命を変える力が、運命を切り開く力がある。あなたがこれからどんな運命を作っていくのか見届けなくてはならない。さあ、ひとまず私たちの居場所に戻りましょう。一つの運命が終わりを告げたわ。だけど運命は作られては壊れ、壊れては作られる。寄せては返す波のように、私はまだしばらくこの世界にとどまらせてもらうわよ。念のためさ、あなたが作る新しい運命を守るために。運命とかなんとかかんとか、うまいことごまかされてる気もするけど、嫌なのも戻ってきたし、無視としよっかな。それに君にも会えたしね。研究材料を発見してしまったわ。